おい、本気で寝ちまったのか。我らが隊長、おい、ガブリエルさんよ。バサゴ、いや、目を閉じていただけだ。そりゃよかった。しっかりしてくれなきゃ困るぜ。俺はブロみたいにこのアカウントらしいロールプレイ、振る舞いや演説はできないからな。ブロがかけた暗黒術で配下の奴らは洗脳状態にあるって言ってもよ、指示求められるたびにヒヤッとしまう。お前らしくもない。もっと楽しめばいい。ま、そうだな。ターゲットが転がり込んでくるまでせいぜい楽しむか。どれだけ殺そうが犯そうが、仮想空間の中じゃ誰も俺らを裁けねえ。久しぶりだぜこの感じ。いや、あの時以上かもしれねえ。レッドプレイヤーにすらならないんだからな。どいつもこいつも殺せ殺せってな。ああ、そうだな、バサゴ。思う存分殺し合ってもらうとしよう。いずれ待望の人類史上初となる新生人工知能アリス。彼女を求めることはもはや任務ではない。まるでアリシアを求めた時のように高揚しているアリス。君の魂はきっと甘いだろう。闇の国の将兵どもよ、貴様らが望んだ時だ。命あるものは全て殺せ、そして世に献上せよ。彼の地に現れる光の御。ダイモンのところにいた人たち、誰も私たちの話を聞いてくれませんでした。暗黒神ベクタが降臨してから全てが狂い始め、暗黒騎士団のシャスターさんやリピアさんが人海進軍の命令に反抗しなかったっていうのは疑問。ああ、とにかくなるべく暗黒海側との戦闘は避けつつアリスを探そう。裏して私たちが戦火から逃れている間もみんな使命っぽいのはなしよ。それに心配がいらない人だってたくさんいるじゃない。戦うことにためらいがないというか、うん、きっとそういう人たちは大丈夫よ。
第二陣、用意。まだ？俺の出番まだ？まだだ。落ち着いた方がいいですよ、モグ。弓矢の次は総兵、それからようやく私。でも早く暴れたいよね。師匠、まだ？まだだと言っているだろうな。まったく、なぜいつも我が子守役なのか。リズの言う通り、きっと私たちが想像するより大丈夫だよ。そう信じよ。前へ進まなきゃ。すまない、見てるよ。走りながら。よくも、よくも裏切ってくれたな。シャスター、お前自分で言ってることが分かっているか。いや、お前たちが裏切った。それにドロシーが。そんなに御所を大事にしてる娘なら、なぜ騎士にした。人海とダークテリトリーの子供を板挟みで。本人が一番辛い目に遭うなんて分かりきっていたことだ。お前が言うな。ドロシーの母親を殺したくせに。ああ、分かってる。気づいていた。ユージオ君、カーディナルさんから教えられた戦場の配置はアリスさんと離れていたよね。きっと駆けつけたいだろうね。私たちが先に行って後から安心させられるようにしよう。本当によかった。キリトさん、本当に無事でよかったわ。でもどうしてここに。強制招集です。私ら商工ギルドは戦争が始まれば後方支援に回りますから。ドロシーとサライはどうなったか分かるか、教えてくれ。サライさんは避難させています。知り合いに預けました。ドロシーさんの行方は私が知りたいくらいです。ベクタ様が降臨されてからもう全部ぐちゃぐちゃですよ。お目通りをされた方たちの様子がおかしいんです。こんな未来、
来てほしくなかった。私は戦争をしないために頑張っていたのに。カイナ、それには事情があって。ベクタ様が降臨したとしても、あなたたちがいればまだなんとかなったかもしれない。熟考を説得して、みんなでベクタ様と対峙する選択肢だってあったはず。違うんだ、ベクタが来たから逃げたんじゃない。今説明できないが、本当にそうじゃないんだ。その証明をするために今俺たちはここにいる。和平の意思は消えてないよ、カイナ。ええ、私たち戦争を止めるわ、本気よ。信じられないかもしれないが、はあ、あなたが胃の一番に無事だったんだなって。カキ、カイナ。いいえ、こちらの話です。信じますよ。キリトさんたちにはたくさん担保をもらってますから。担保って、俺こんな場面を補える何かをお前に預けてたか。ありますよ。今までキリトさんがしてくれたこと、旅の思い出、たくさんあるでしょう。一緒に野宿で食べたスープ、美味しかったです。私が大きな野菜がゴロゴロ入ってるのが好きだと言ったら、ユージオさんはたっぷり注いでくれた。アリスさんに何度道中助けられたか分かりません。キリトさん、私は商人です。感情には左右されません。損得、今は気持ちで動きたい。今はそれができないんです。しようとしても心にある思い出が邪魔をするんですよ。無視でき、戦場への最短の道提供させてもらいますわ。お支払いは全部終わった後に、いつか。精神的にで構いません。よし、もうすぐ出口だ。あともう一踏ん張りしよう。
あなたたちにはもううんざりです。こんなことをしている場合ではない。それがわからないのですか。総長がお前をお望みだ。今こそその身をさらいとな。それを命じる DIL もあなたたちも大バカ者だ。戦争が起きているんですよ。戦火の中でこの小娘一人手に入れてどうするというのです。大規模術式の生贄にすると聞いた。お前喜べ、ドロシー・イザヤ・エリシュバ。お前の命で幾千もの人海軍をほふることができるかもしれん。むしろその身を捧げられることを喜ぶべきだ。そうだ、死ね、死を喜べ、大罪の子供よ。お前の生はこのためにあったのだ。暗黒界のために、ベクタ様のために死ね。最悪の神は笑わない。この身は常に勝利する。最悪の神は笑わない。この身は常に勝利。我が道の行く先には栄光を、その背には屍を。あらゆる剣も槍も我が身を貫くことはない。上昇の戦士の名はキルト。この祈りでかの者は守護を得る。最悪常に勝利する。その時私の頭の中には一つの記憶が浮かんでいた。羞恥心と情けなさで泣いていた私に彼があの時言ったこと。仲間だと彼は言った。私たちは敵同士だが仲間だと。嫌われ者で居場所がどこにもなくて誰かに認めてほしいから言ってくれたのだ。友達だと。どんなに私が拒絶しても勝手に味方すると言った。だからこの時私は疑わなかった。彼がまだ私の友であるということを。ドロシー武士官キリト。遅いです。ずっとずっと君を探してました。ごめん、本当にごめん。君は召喚の友達のままですね。たとえ、ああそうだ、俺は君の味方で友達だ。変わってないよドロシー。いろいろすまない。今から全部挽回する。まずはこいつらを片付けて、それからもう一度再会を喜ぼう。Yeah.
すまない、アスナ。戦いを始めましょう。キリト、あのまじない覚えていたんですね。実はシーのイメージトレーニングがてら練習で使ってた。ダメだったか。いいですよ、君の役に立つなら、君のためになるなら何だってあげます。もうそれくらいできるほど。しゃ、キリト、その今の好きは友達としてです。ああそうだよな。もちろんです。ダロシーさん、無事でよかった。一体どこに隠れてらしたんですか。心配しましたよ。皆さん、カイナン殿、ご心配をおかけしました。人界の方々を逃がすために命からがら逃げ切り、神聖術で治療を続けながらなんとか動けるようになったところで戦争が始まりました。シャスター様は召喚の失踪を人界の方々のせいだと誤解しているかもしれません。早く合流しないと。俺たちも姿を突然消してしまったのには事情があるんだ。でも今それを話している余裕がない。キリト、大丈夫です。君を、みんなを信じています。戦争が終わったら教えてください。ありがとう。とりあえず今起こっていることを情報共有する。シャスター様がベクタ様から洗脳を。ベクタ様のお力は伝え聞くものだけでも他者の。ベクタの迷子だな。なるほど、実際にそういう力が備わっている。なんといってもスーパーアカウントだ。他にもまだ隠し玉があってもおかしくないぞ。将校ギルドの者もベクタ様に謁見してから命を顧みず行動するようになりました。じゃあみんな操られて戦争をしてるってことですか。
な。そしてそれを止められるのは操られてない者たち。俺たちドロシーもカイナも見つけた。あとはできればユージオと合流してアリスを探す。きっと戦場にいるはずだ。行こう。ベクタに狙われている。どういうことですか。どうしてアリス様が。確証はありませんが、暗黒神ベクタがこたび降臨した理由の一つが光の巫女なるものを手中に収めることなのでは。そしてその存在がアリス殿のことだと。まさか。光の巫女という言葉自体初めて聞きました。先ほどのアリス様の剣技と神聖術は神々しいものがありました。おそらくは。つまりその光の巫女なるものに扮して戦場を駆け巡れば戦力を引きつけ敵軍を、そして隠れているあちらの総大。伝令伝令。光の柱のもとにて光の巫女を確認。凄まじい神聖術を放った金色の髪の乙女、人界の聖号騎士アリス・神聖シス・サーティが自ら光の巫女だと宣言。現在追跡。アリス。ブロ、出るのか。ああ、私は正面から彼女を迎えよう。念のためお前は別ルートから近。全軍へ通達、移動準備せよ。これより光の巫女を捕らえるため進軍する。巫女以外は殺せ。邪魔する者は全て蹂躙せ。さっきの光の柱、あれはアリスの神聖。キリト、かいつまんで事情は理解しました。ベクタに狙われてるんだ。